トベの生配信、ドゥービーン、が、期待外れな視聴者数ファンの反応と、今後の展望。トベが送る生配信、ドゥービーン、ファンの期待とは、裏腹に視聴者数が予想外の結末に、11月25日の集結イベントから始まるトベの動向を追った。トベの、ドゥービーン、生配信に対する期待とは裏腹に。 11月25日、滝沢秀明氏が立ち上げた新進芸能事務所、とべ、が、公式 YouTube チャンネルで注目の生配信を行いました。この生配信では、とべ、所属タレントたちが大集合し、元 V6 の三宅健也元キスマイフト2の北山博光、ナンバー、アイ,イ、ムップメンバーなど計12人が一堂に返しました。 番組は、10便、と名打たれ、メンバー同士が質問し合って理解を深めるトーク企画や、イムップメンバーが回転寿司チェーン、スシローや化粧品メーカー、コースの店舗でのロケ VTR が流れたとのことです。 以前の生配信では、元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺裕太が合流を発表し、リアルタイム視聴者数が100番人を突破する盛況ぶりを見せました。その後、イムップメンバーの合流発表も同時視聴者数45番人台を記録し注目を集めまし、そのため、今回の 重ンでは全メンバーが集結することで期待された視聴者数の伸びが予想されていました。しかし意外なことに今回の生配信は期待に反して結末を迎えたようです。視聴者数は最大で30万人ほどで終了し、一部のファンからは配信は面白かったけど歌やダンスも見たかったとの声も上がっています。 一体何が期待外れだったのでしょうか飛べの生配信、ル u b i e が期待された要素に欠けていた今回のルービーン生配信が期待外れとなった主な要因は、過去に TBS で放送されていた歌番組、歌番を彷彿とさせるタイトルだったことが挙げられます。このタイトルから多くのファンが歌などのパフォーマンス披露を期待していたようです。 しかし、実際にはトークと VTR で終わり、歌やダンスが披露されなかったことががっかり感を生んだようです。 芸能記者によると、とべ、の生配信が行われたタイミングでは、地上並みでは、旧ジャニーズの嵐相葉正紀がマックを務めるバラエティ番組、あーみんなの動物園、日本テレビ系、や、セクシーゾーンへの菊池風魔とスノーマンへの向井安二が出演するバラエティ番組、芸能人が本気で考えたドッキリ GP、富士テレビ系、が放送されていました。 これらの番組が同じ時間帯に放送されたことが、トべのリアルタイム視聴者数が分散する原因の一つとなった可能性が考えられます。トべの地なる挑戦はクリスマスイブに。次回のトべの生配信は12月24日、クリスマスイブに行われる予定です。 今回の挑戦では視聴者数が期待外れとなりましたが、クリスマスイブの特別企画によって再び注目が集まることは間違いなさそうです。ファンは今後の生配信に期待と不安を抱えつつ、トベガどのような新しい要素を取り入れ、視聴者を引き込むのかに注目しています。 トベはこれまでの生配信で様々な企画や新メンバーの発表を通じてファンを楽しませてきました。クリスマスイブの生配信では前回の反省を踏まえ、より多くの要素でファンを喜ばせることが求められるでしょう。トベがどのような展開を見せるのか、クリスマスイブまでの期間、ファンたちはワクワクと不安の入り混じった気持ちで待ちわびることになりそうです。 トベの生配信、ドゥービーンが期待外れな結果に終わったが、地なる挑戦に期待。トベの新進芸能事務所としての生配信は、今回のルービーンで一部のファンからの期待に応えることができなかったようです。 歌番組風のタイトルに対する期待と実際の内容のギャップががっかり感を生んだこと、そして他のバラエティ番組との競合が視聴者数の分散を招いたことが挙げられます。しかし、次回のクリスマスイブの生配信に向けて、飛べはファンの期待に応えるべく新たな企画や要素を取り入れ、再び注目を浴びることが期待されます。 ファンはトベがどのような展開を見せるのかにワクワクと不安を抱えながら、12月24日の生配信を待ちわびていることでしょう。トベは今後の挑戦で新たなファン層を獲得し、芸能界において一層の成功を収めることができるのか、その行方に注目が集まります。